エレン・グリーンはアメリカ合衆国の女優、歌手である。1951年、ニューヨーク市ブルックリンクに生まれる。父親は、司会で、母親が、神道指導カウンセラーのユダヤ系の家庭だった。ナイトクラブの歌手として、キャリアをスタートさせ、その歌唱力から徐々に評価を得ていった。その歌唱力を買われた結果、1970年代前半に、 ブロードウェイデビューし、ミュージカル、インザブームブームルームなどに出演。批評家からも高く評価され、出演した三分オペラでは、トニー賞にもノミネートされている。そういった評価を耳にした、映画監督のポール・マザースキーから声がかかり、76年にマザースキーが監督した、グリニッチ・ビレッジの青春で映画デビュー。その後は、オフブロードウェイ舞台やブロードウェイをはじめとする、 ステージ活動の他にも、テレビ、映画への出演を増やしていき、特に、日本でも、ディック・モラニス、スティーブ・マーティンらと共演した、ミュージカルコメディ、リトル・ショップ・オブ・ホラーズのヒロイン、オードリー役で知られている。同作品で歌も披露しており、その歌唱力を見ることができる。その他百九十四年に、ジャンレの主演で制作され、日本でもヒットしたリック・ベン監督の、レオンでは、 ナタリー・ポートマン演じるマチルダの義母を演じている。現在も、精力的に活動を続けており、ブロードウェイ、映画をはじめ、様々な演目に出演している。1990年にティブ・ハーディックと結婚するが、1997年に離婚。2003年に作曲家のクリスチャン・クレコビッツと再婚しているが、2007年に再び離婚している。ありがとうございます。